そしてそして次はですねワルキューレの話題なんですけれども、ゲストネームソーカル8810様よりいただきました。なおさんこんばんは、お邪魔します、いらっしゃい。この前ダンスのイベントでワルキューレの未来は女のためにあるのサビの振り付けを踊りました。普段やってるダンスジャンルと違いすぎて楽しかったです。一人一人担当を決めて踊ったのですが、他のメンバーにお前は誰の担当なんだ、遠山さんだぞ、それでいいのかと怒られました。改めて遠山さんのダンススキルを思い知らされました。またダンスの振りを見るためにライブ映像を参考にしようと思ったらミラオを見てたらそのまま最後まで見切ってしまい、見終わってからあ振り付けと思い出したのはいい思い出です、ということでありがとうございます。まあ、結構ミラオンとかはね中でも振り付けが難しい方だと思うし、あとはなんだろう、難しいのはワルキューレは諦めないとか、とワルキューレは裏切らないとかか、あの辺が結構難しい気がしますね。早いんだよねテンポがね。はい、でもすごいこうやって踊ってくれてるんだっていうことが嬉しいし、やっぱこうやって皆さんがね歌ってくれたり踊ってくれたりすることで楽曲ってこう命を得ると思うので、そうやって触れてくださることがすごく嬉しいなって思いますね。やっぱこうワルキューレの振り付けをしてくださった先生もですね、これを歌いながら踊るのってなんかすごいなって思うし、いつもなんかあの歌うこと全然考えない振り付けを作っちゃって、まあ、申し訳ないなとは思うんだけど、なんかみんなやってくれるからなんかこう作らせてもらってるんだよねみたいなことをなんかおっしゃってくださった時にすごいなんか嬉しいなって思って、最初はやっぱりみんなでね絶望してこんなのできないよみたいな感じになるんだけど、頑張って頑張って食らいついていって、その先でやっぱり先生がそう思ってくださったっていうのがやっぱ頑張ってきてよかったなって思う瞬間だったりもするしね。うん、その集大成となる、ファイナルツアーのブルーレイがですね12月20日に発売になることが決定したのですよ。先日あのお知らせもね特番でさせていただいたんだけども、ワルキューレの、はい、もう12月20日っていうとちょうどクリスマスが近かったりもするタイミングなので、ご自身へのプレゼントにとか誰かにプレゼントして一緒に鑑賞会しようよとかもいいかもしれないし、ちょうどあの6公演やったうちの初日と千秋楽が、円盤化されまして、まあ、個別でも売ってるんですけれども2つがセットになったコンプリート版みたいなのもあって、そこにはあのメイキングみたいなあのステージ裏の映像とかもふんだんに入っておりまして、もう映像チェックさせていただいたんですけどかなりボリュームがあります。でね、その映像化されてない他の公演とかも見たかったよっていうお声もねありがたいことにいただいているんですけれども、まあ、その映像化の叶わなかった他の公演とか、あと大阪とかもですね、あのメイキングではちょこちょこっとその様子が映っていたりして感じ取れる雰囲気を感じ取れるものになっているので、ぜひ、そこで楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております。こちらが10月31日までに早期予約していただきますと、このブルーレイのジャケットデザインのアクリルキーホルダーがついてきますので、ぜひ思い出に一ついかがでしょうかね。後々ゲットしようって思っていらっしゃる方はこのどうせならね、この早期予約のつく早めのタイミングで予約してアイテムをもらうっていうのもおつかなと思いますので、ぜひお見逃しのないようにでございます。